こんにちは、チョメです。第11章、アラオラの神聖、やっていきますね。お、噂のこの、ライチュウじゃないか。はい、ストーリーの需要はないかもしれないけど、記念にちょっと投稿するからね。アラオラ、君が最初の対戦相手だね。俺はハウって言うんだ。こっちの仲間のマーマネ、同じアラオラ出身の友達なんだ。僕はキャプテンをしているマーマネです。肩の力抜きなよマーマネ、いつも通り行こう。ごめん僕すごく緊張してて。でもそうだね、いろんな人たちと戦えるこの機会を楽しまないと。待ちきれないよ。俺もワクワクだよ。でもさ、出る以上はやっぱり目指せ優勝だよな。そうだね。いいねマーマネ、俺も本気の本気だよ。こっちも負けないよ。そうこなくっちゃな。じゃあそろそろ始めよう。行くよマーマネ、ちょっとゲーム音はね、前回よりちょっとでかくしてみた。どんな感じだろな。んか音楽がかっこいいね。あ、やべ、オートになった。やべ、やべってストーンエッジ。あ、当たったけどええけど。え、どんな感じなんだろう、ここから。ちょっと鍛えた方がいいかな。一回打っとくか、プラスパワー。本当はプラスパワーから打った方がいいけどね。ハードに行くよってやったらさ、下がっちゃうからね、特防とか。もうこれでいけそうだな、もう。なんかでもちょっと強くなったな、敵が。前回に比べたら。そうでもないか。まだ大丈夫か。いいね、あんたら最高だね。経験値そこそこもらえるよ。はい、オッケー。負けちゃったけど楽しかったです。参加してよかったです。本気のポケモン勝負をしたら緊張なんかすっ飛んでいったのです。チョメ、すっごく強くてゾクゾクしたです。ハウもそうだよね。うん、強かった。でもやっぱり悔しい。やっぱり勝ちたかった。俺はもっと強くなりたいよ。そっか、じゃあハウ、チョメのチームに入れてもらったら。早いな、11章終わるの。マジか。そうすればもっと戦えるし、もっともっと強くなれるはず。今までのストーリーが長かったからさ、結構覚悟しとったんだけどさ。こんな感じでやっていくんだ。じゃあどんどんやるか。はい、一緒に頑張ろう。まあ下にしてみるか。でもハウの大地欲しいな。ちょっと使ってみたいわ。僕はしばらく観戦するよ。いろんなチームの勝負をじっくり見たいんだ。この左下のポケモンも可愛いな。そっか、じゃあこっからはそれぞれ大会を楽しもう。いいキャラやな。ってことでよろしくな、チョメ。ハウって初めてやけどな、自分。あ、こんな感じ仲間に入るんか。これね、実況者の人やったらわかると思うけど、俺ね、ハウ、メレメレ島の島キングの孫、よろしくだよ。よろしくだよ。ごめん、ちょっと調整してる。よろしくだよ。実況してる人わかると思うけど、なんか知らんけど、なんかテレビが接続されてませんって言って録画がバクるんだけど。あ、クリアしたね。じゃあどんどんやっていこう。こうやって12章ダブルオーバーヒート前編。あ、動画区切った方がいいかな、録画のことね。あ、これは知っとるよ。ゴーカザルだよ。何？うおお、なぜだ、なぜなんだ、カツラまさかこれからって時にぎっくり腰になるなんて。ここに来て人数が足りなくなるなんてよ。炎パーティーで行こうとしとったんか。水タイプが来たら終わるじゃないか。だから炎は逆境でこそより熱く燃え盛るんだ。ついに開かれし華麗なる大会。しかし女にはまだ大きな課題が残されているのだった。ん、この小説みたいな喋り方は。しきみさんか。ふう、やっとセントラルシティに着きましたね、シャンデラ。
次はチーム探し、いい人を見つけたいね。お、いいじゃん、シャンデラも炎使えるじゃん。おい、しきみ、シャンデラってめっちゃ特攻が強かったイメージがあるんだけど。あ、大場さん、あなたもパシオンに来てたんですね。なんかめっちゃ厳選で人もしめっちゃ捕まえた記憶があるわ。もしかして君 WPM に出たいと思ってないか。え、はい、まさにそのつもりですけど。え、どうかしましたか大場さん。おお、最高の味方がここに。え、え、急にどうしたんですか。頼む、しきみ、WPM、俺とチームを組んでくれ。いきなりか。チーム、私と大場さんが。君の魂の熱さは十分知っている。俺たちならきっと最強のチームになれるはずだ。そこまで評価されているのは嬉しいです。けど私、やるからには頂点を目指すつもりでやりますよ。もちろん、俺もさ、そして不可能じゃないと思ってる。君のシャンデラを見てくれ。え、シャンデラ、シャンデラが何か。君にも見えるだろ、シャンデラから出てる熱い炎が。え、はい。なら次俺の豪華猿だ。見えるだろ、同じようにメラメラと燃える炎が。ええ、でもそれが何か、なんか口説き方がうまいんかなこの人。そう、ポケモン勝負は燃える、魂のぶつかり合い。俺たちの熱いハートに心も体も燃え盛る俺たちのポケモン。熱くなってきた。みんな合わせれば誰にも負ける気がしねえだろ。え、私たちが優勝。どうだしきみ。大場さんの理屈はよくわかりませんけど、あなたの勢いと私の観察力があれば優勝できる、そんな気がしてきました。組みましょう大場さん、私とあなたで熱い炎のチームを作りましょう。早速それでバトルか。もちろんさ、しきみ、俺たちで熱く燃え上がろうぜ。でも大場さん、お、今回の相手は君か。噂は聞いてるぜ、強いやつがいるってな。全力の熱い勝負をしよう。この大場様としきみ様、燃えたぎる四天王が相手だ。アフロブレイクが繰り出しそうな熱血感と対峙する若きトレーナー、その瞳には炎が燃えていた。両チームの実力は互角である。果たしてこの勝負の行方は。お願いします、ね、この小説の結末はあなたたちの勝ちだといいなって思ってます。勝ちだといいなじゃない、勝つんだしきみ。今こそ見せてやろう、俺と君のオーバーヒート。行っちゃいますよ。はい、私全力で行きます。さあチョメ、お前らの魂の熱さ俺たちに見せてみろ。よし、見せよう。なんかサクサク進むな、いいね。こっちの方が圧倒的に有利っぽいな。一応こっちも使うか。水が真ん中じゃくといいか。シャンデラ倒しとくか、怖いから。ラスパー使っとこう。どうなんだろうね、一発か。ちょっとたまにはワニの子使ってあげるか。やべやべ、間違えちゃった。間違えても大丈夫か。一撃か。あ、ワニの子じゃない、アリゲイツか。進化させたんだか。ちょっとスピード弱めるか。ハイスピードぐらいにしようかな。はい、オッケー。こんな感じでどんどん仲間にしていくって感じですね。燃え尽きすぎです大場さん。二人とも仲間に入るのかな、これ完全燃焼だぜ。チョメさん、ありがとうございました。私もいい小説が書けそうな素晴らしい経験をさせてもらいました。はあ、やっぱ WPM は一筋縄じゃいかないか。K
けど、こんな熱くたぎる勝負ができたのはしきみのおかげだ。ありがとな。大場さん、あのチョメさん、大場さんをチームに入れてあげてくれませんか。あ、しきみは仲間に入らんのか。え、おいしきみ、シャンデラ欲しかったけどな。大場さん、あなたとゴーカザルの炎はまだ燃えています。もっともっと燃え上がれます。その炎がチョメさんのポケモンを照らす姿を見せてください。おい、なら君も。私小説家でもあるんですよ。一歩離れてみた方がいいネタになりますからね。どうでしょうチョメさん。もう暑すぎるの苦手なんですよ。遠慮さん押し売りか。これの暑さ目いっぱい分けてやるからよ。改めてこのポケモン使い、大場様、熱い勝負もっともっと繰り広げようぜ。まあ、でもこの人だったらチームが明るくなるかもしれんな。いいかもしれんね。案外自分こういう人苦手だけど、案外いいかもしれんな。はい、ちょっとまた画面がバグります。俺は大場、新大地方のポケモンリーグの四天王さ。心は熱く燃え盛ってるぜ。はい、これ仲間入ったね。じゃあ13章やっていこう。クール&ブレイブ、ブレイブね。あ、アイリスもいるやん。そう、結局私たちのチームに入らないのね。ごめんなさい。ごめんね、私今のチームが大好きだから。でもお姉ちゃんたちのチームとっても強そう。キングドラとラプラスか。いつかきっと戦うと思うんだ。その日を楽しみにしてるからね。あらあら、振られちゃったわね。ふふ、私の誘いを断るなんて判断は誤ったわね、アイリス。けど私が最強のドラゴン使いと知りながら立ち向かおうというその度胸だけは褒めてあげるわ。そういう認識があの子にはあるからわかんないけどね。でどうする、なんだかだ言いながら、あんたがあの子を気に入っていたのは知ってる。ちょっと文章が進むのが遅いんだよ。代わりのメンバーを探す、時間はあまりないわよ。いいえ、必要ないわ。その時間をとっくに使いましょう。私は最強のドラゴン使い、あなたは渡ると共に関東で四天王を務めた屈指の実力者。今も十分強い私たちのチーム、それをさらに磨き上げれば敵はない。待ってなさいアイリス、私たちを選ばなかったことちょっぴり後悔させてあげるわ。あーはっはっはっは。どうにも渡ると違ってまだまだ若い部分が多いわね。頑張りなさい。けどだから面白いのかも。さあ頑張りなさいイブキ。来たわねチョメ。私はイブキ、あなたとの勝負楽しみにしていたわ。なんかいいね、服装もキングギドラみたいで。いい、私たちドラゴン使いの力見せてあげる。あなたの快進撃もここまでよ、キングドラね。私はカンナ。まあ私はドラゴン使いじゃないというツッコミはともかく、こちらも特訓したからね。あんたたちのポケモン全部氷漬けにしてあげるわ。レートビーム使うのか。じゃあ覚悟はいいかしらチョメ。世界で一番のドラゴン使いと氷使いの強さたっぷりと思い知りなさい。かっこいいなこのスーツみたいなの。ダサいかな、かっこいいよな。ちょっとハイスピードにするね。プラスパワー使ってハードにいくよ。これで打っていくか、ストーンエッジを。全体攻撃なんだ、全然食らってないから大丈夫だわ。相手にも攻撃あんまり使わんな。あ、結構食らった、急所に当たったら結構食らった。お姉ちゃんの技は結構強いよな。頑張れ。わあ大丈夫かこれ。いいわ、行きなさい。もう一個プラスパワー積んどった方が良さそうだな今後は。頑張れ。
はい、1位になっちゃったし、よし倒したぞ。よし、どんどんやっていこう。せっかくだからメイちゃんで倒す。これミガドレインで250しか食らわねえじゃねえか。豪華ザルじゃないわ、こっちの方が強いわ。ルガルガーの方が普通に強いわ。いいね、あんたら最高だね。サポート役だからね。みんなのおかげだよ。はい、なんかゆっくりになってきたな。大丈夫か。ぴょん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 。この私が負けるなんて信じられない。何かの間違いよ。認めましょう、いぶき。私たちの負けたのよ。強いわね、あんたたち。ラプラスの吹雪もあんたの闘志の炎は消されね、なんかね、噛んじゃった。でも勝ったからには勝ち続けなさい。それが私たちに勝った者としての義務だからね。ん、どうしたの、いぶき。帰るわよ。なになに、どう、ドラゴン使いの力思い知ったでしょ。ん、仲間に入りたいの。そして分かったでしょ、大会を盛り上げるためにも私がここで終わってはいけない存在だと。だから手を貸してあげてもいいわよ、素直になってよ。な、なんか言いなさいよ。まさか断ったりしないわよね。ふふ、やっぱり面白い子。私からもお願いするわ。この子を仲間に入れてあげて。頼めるかしら。こんな感じの子だけどきっと頼りになるわ。保証する。カンナ、一人で目指さなくてもいい。この子たちと一緒に頂点を目指しなさい、いぶき。渡ると並び立つぐらい強いドラゴン使いになりたいならね。ええ、そと当然よ。というか私はすでに超えている。観客席でよーく見ているといいわ、この私の活躍を。ありがとう、あなたの分も頑張るわ。ふふ、ヘマしないようにね。チョメ、大船に、いや、キングドラに乗ったつもりでいなさい。いいわ。最強のドラゴン使いである私が力を貸してあげるわ。アイリスもドラゴン使いのチャンピオンだけどな。じゃあちょっとね、画面がバグります。はい。私がイブキ、世界で一番のドラゴン使いよ。はい、第14章虫のエキスパートやっていきます。なるほどね。純粋な瞳をした少年と危険な毒針を持つスピア、その組み合わせが生み出す絶妙なコントラスト、いいんじゃない、いいんじゃないの。あのビオラさん、いつまで写真を撮るの。なんか虫ポケモンってあまり強いやつがおらんよな。わかんないけど最近のポケモンは。でももうすぐ WPM 本戦だよ、もっと練習しないと。うんうん、わかってるって。明日は勝ちまくって会場のみんなに虫ポケモンの強さを知らしめるでしょ。なんかいるかな。うん、僕は誰よりも虫ポケモンを研究してるからね。スピアが強いの。見た目で虫ポケモンを怖がる人もいるけど本当はかっこいいことを伝えるんだ。まあでもリアルなら虫は強いよな、蜂とか怖いもん。同じジムリーダーでも全然違うな。よし、いい写真が撮れた。じゃあ特訓始めようか。虫ポケモンのかっこいいところみんなに見せるんでしょ。私も頑張らないとね。よし、つくしと私で虫ポケモンの魅力最高に引き出してあげよう。うん。私たちと虫ポケモンは最高のバディーズ。素敵な笑顔でいきましょう。
あなたが快進撃続きと巷で噂のバディーズね。すごい、うん、いい顔してるね。被写体として最高。じゃあ早速1枚。イエーイ。いいんじゃないの。乗ってあげよう、可愛いから。ダメだよ。ビオラさん、急に写真を撮っちゃ。そうですよ、怒られちゃうよ。だからいきなり来た人にスマホ向けていきなり写真撮られたら、逆な立場で考えて。はい、撮影はおしまい。こっからカメラマンじゃなくて虫ポケモントレーナーよ。よーし、さてこのビオラん、シャッターチャンスを狙うように勝利を狙っていくんだから。ねえねえビオラさん、試合が終わったら一つお願いがあるんだ。はいはい。何？お願い。スピアやアメ玉と一緒に勝利の記念写真が撮りたいな。はい、残念ながら私が勝ちます。よし、戦おう。はい、音楽はかっこいいね。ちょっと固まってるな。でもね、岩でやっつけちゃうよ。飛行タイプには岩がね、効果的ですからね。なんか重たいのかな。休みの日にやってるからね。よし、左から倒すか。元気いっぱい、目いっぱい。一角で倒れんくなったよね。特攻が2段階上がった。ダブルニードル。はい、さよなら。これだったらもうラスボスも余裕で倒せそうだね。290。フィギュア講習はこんな感じですね。はい、あなたとあなたのポケモンは最高のバディーズね。いいんじゃない？いいんじゃないの？負けちゃった。でもなんでかな？僕そんなに悔しくないんだ。きっとつくしが全力で戦ったからじゃない？あなたもスピアーもすっごくかっこよかったわよ。ねえビオラさん、一つお願いしていいかな？お願い。この勝負の思い出にチョメさんと一緒の写真が欲しいんだ。ふふ、いいんじゃないの？どうかなチョメ。あ、どうぞ。イエーイにしとこう。お願いね。ノリがいいわね。よし、じゃあ並んで。もうイエーキャラでいこう。はい。ピカチュウ使ってないな、それは。うん、最高の笑顔が撮れた。つくしの一番いい表情。きっとチョメのおかげね。うん、チョメさんと戦えてよかった。それにもっともっと虫ポケモンのこと知りたいと思ったんだ。それで考えたんだけど、パショーにはもきっと他にも虫ポケモン使いがいっぱいいる。よし、僕はこれからその人たちと会ってもっと虫ポケモンの戦い方を研究したい。いいんじゃないの？うん、いい表情してるよつくし。そっか、じゃあ私はチョメと一緒に行こうかな。今のつくしの表情を引き出したのはチョメ。よし、だからあなたと一緒にいたらいろんなバディーズのいい表情がいっぱい取れそうだもの。お願いね。どうかなチョメ、私をチームに入れてくれる？イエーイ。アメ玉が仲間に入るのこれ。ビオラさん、それじゃまたね。じゃあここで一旦お別れだねつくし。うんうん、でも絶対にまたチームを組もうね。いいんじゃないの？お、お姉さんと別れに涙するその表情、いいんじゃない？いいんじゃないの？あ、な、泣いてないよ。はい、じゃあゲットしましょう。いつも通りですね。このビオラとシャッターチャンスと勝利を狙いましょう。あ、これ連打したらバグらんわ。今度から連打しよう。オッケー。第15章やっていきます。食わせ者とも前編。なんかすごい組み合わせだな。強そうだけどな。
今日の相手はあんちゃんかい？見るからに強そうじゃないの。おじさんたちもここまでだな。その口がよく言うな。同じことを言ってた前回の勝負、相手を圧倒したのは誰だったかな。さてね、どうだったかな。四天王のお前さんなんじゃないの。俺がここまで来れたのもお前さんと組んだおかげだしな。そういうことか。周囲すべてを煙に巻き、手札を見せないその態度、さすが口なしといったところか。やれやれ、お前さんにだけは言われたくないんだけどな。うふ。しかしそういった駆け引きは通じそうにない。このトレーナーの目はまっすぐだ。話術やブラフ、小細工に惑わされる芯が弱い相手ではないだろう。そうかい。まあそんなのしてるつもりはないけどよ。なあ、あんちゃん、見ての通りこっちは変わり者の集まりでよ。そういう相手にどんな戦い方をするか、おじさんたちに見せてくれよ。全くいつも通りやるだけですよ。まあ軽くね。よろしくお願いします。 OK。 はい、戦っていきましょう。いつも通りプラスパワーを押しよう。音楽もかっこいいね。もう一回打っとこうかな、そろそろハードに行こう。全体濃いか。でも16しか食らわんね。全然大丈夫だ。 3H 硬いな、少し目いっぱい使うか、まあ、あと2回で倒せるでしょ。バークアウトか、あれか、ヒルガーが使うやつか。奪おうとして倒せるんじゃね。まあ軽くねって。次急所、回避率上がっちゃった。大丈夫だ、上がっても大丈夫だった。おいおい、残っちゃったよ。これだ、行きなさい。じゃあバディーズ技使うか、久しぶりに。さすがだね、頑張りなさいよ。やっぱりちょっとずつ強くなってきたね。ルガルガンがほんと強いわ。いいね、あんたら最高だね。はい、ドロップこんな感じ。大修練やった方が多分いいと思う。やられちまったのか。ちょめって言ったっけ。ほんと強いね。そんな強いのはやっぱしょっちゅうブレイク団と戦っていたからかい。いやー、どうしてしてんですか。でもブレイク団っていうより大修練とかだけどな。まあこんなかんだでおじさんもトレーナーでね、もっと強くなりたいと思ったりするのよ。どうだい、そっちのチームに入れてくれたりしねえかな。いいですけど。安心しなよおじさん、悪タイプは好きだけど悪いやつじゃないよ。つうわけでこのチームに入るんだが、お前さんどうするよ。私は遠慮しよう。奇抜なカードは1枚で十分。良い手札ともそういうものだ。そうかい。じゃあ改めてよろしくな。おじさん頑張っちゃうからよ。連打すれば大丈夫だったな、確か。なんだこの音楽。私たちのチームをここで終わりというわけだな。俺からさせておいてすまないね。勝負場が変わっただけのこと。ギャンブラーなんて水凶なことをしてれば慣れている。それに君の狙いを分かっているつもりさ。何何、本当は面倒だがどうにもね。ブレイクダンツ連中、あいつらには得体の知れない裏がある。そいつを確かめねえことには一応昼寝もできねえからな。そういうことか。そしてそこに関わってくるのがチョメか。どういうこと。確かに彼には人を引きつけ熱くさせる何かがある。私のようなものでさえも熱くさせる何かがね。故に狙われる可能性も高い。今回の判断は彼らを守るためのものなんだろう。
さあね、でも負けたから守れるの。なんであれ好きにするといい。私も私で好きにする。もしかしたら次に会うときは敵チームとして現れるかもな。勘弁してくれよ。お前さんが相手じゃやりづらくて仕方ねえ。けど他のやつと組むなら自分と違うタイプがいいんじゃねえの。やはり君の腹の底は読めない。では、おっとお前さん、最後に一言言わせてくれ。む、なんだ。機会があったらアローラに来てくれ。一杯おごらせてもらうからよ。覚えておこう。はい、クリア。ちょっと頑張って連打すよ。OK。 おじさん、シマキングなのよ。アローラってところの。おっと、名前は口なしな。なんか初めて見たと思ったらアローラの人だったんだね。はい、OK。 こんにちは、チョメです。第16章、親子忍者やっていきますね。おー、かっこいい。クロパッド昔好きだったな。来たよ父上、チョメたちだ。ファッファッファ。チョメチーム敗れたり。いや、勝ちますよ。その息や、よし。しかしそうはいかぬぞ。よいか。拙者らは今に生きる忍び、諜報活動などお手の物。お主のことは調べ尽くした。光栄に思っていいよ。こんなにも準備したのは父上も認める実力者ってことだから。拙者たちの戦い方が真正面から出ないことは百も承知。しかしこれも立派な忍びの戦い方よ。忍びの極意を見せてあげるよ。今までの成功法の戦い方通じるとは思わないでね。力だけでは及ばないポケモンの奥深さ、たっぷりと味わうがよ。なんか豪華だな。今日読み上げてくれるんだ。自分読み上げなくていいじゃん。かっこいいし。 OK。覚悟は良いか。かっこいいね、プラスパワー。調べ尽くしたって言ったけどさ、主人公のポケモン本来なら雷なんですよね。なのに雷弱点のクロバットを使うという、なんかちょっと矛盾してないか。わー、毒になってる。大丈夫でしょ。28か、全然大丈夫だ。目いっぱい打っとこう。忍びの極意って使うつもりか。吸収率、回避率上がるんだ。回避率上げる前に倒せてよかったね。じゃあこっち使ってみるか。もっと飛ばすわよ。こっちはさ、ルガルガに任して。メガトンキックで倒そう。右は。うわ、強いな。わー、なんかバラバラに攻撃した感じか。あ、大丈夫か。一撃だったわ。さよなら。次こそは。次はないです。いいね、あんたら最高だね。クリア報酬はこんな感じですね。あれ、ここは読み上げてくれないんだ。やるおる、おる、やりおる。拙者たちの負けだ。お主らは成功法を貫き、我らはし、あ、絡めてね。よし。どうした、アンズ？ごめんなさい。父上。あたいだってジムリーダー。さっきの勝負の勝敗くらいわかるよ。あたいが父上の足を引っ張ったって。予算か。今の拙者たちは親子ではない、共に戦うチームの仲間だ。そしてチームの敗北は皆の敗北。自分だけを責めることはない。
父上。ちょっと。それは甘いよ。親子じゃないならもっと仲間に厳しくしなきゃ。アンズ。よし。それにあたいも父上に甘えたくない。父上の仲間として相応しい強さを手に入れたんだ。だからあたい修行の旅に出る。今日が入るんだよなこれ。存分にな。承知した。精進するのだぞ。しばらくさよならだね。あたいもっと強くなるから。戻ったらまた一緒にポケモン勝負しよう。お、すごいね。アンズ。すまない。親子ともども恥ずかしいところを見せてしまった。立派な方だよ、本当。かもしれぬが、親としてはもっと甘えてくれても。いや、アンズがやると決めたこと、それを尊重するのが親の役目か。あのような姿を見てはセッション負けてられるな。お主。ちょめ、急な願いで、急すぎるだろう。うん、心強いって答えとこう。喜んでくれるでしょ。これでも拙者は関東地方の四天王。必ずやお主たちの力になろう。お互いの得意を生かし、足らぬ部分は補い合い、共に限界を超えようぞ。でもあれだよな、事務戦の時クロバットじゃなかったよな、まだ出てなかったよな。拙者は四天王の今日、今に生きる忍びを安心してついてまいれ。まあ、余計なこと言えゴルバットやった気がするんだけど、間違ってたらいけないからね。オッケー。第17章ゴーストトリオやっていきますね。はい、前回の今日は前回の今日はゴルバットじゃなかったね。またドガスとかだった。調べたら次に私らが戦うチョメチームはなかなかの強敵だよ。経験は浅そうだが勢いがある。ああいった相手は調子に乗ると手がつけられないんだ。ふむふむ、じゃあどうやって相手のリズムを崩すかが鍵だね。ここで不要を手に入れたいな。大丈夫大丈夫、私たちだったら勝てるよ。なんたって私たちみんな四天王だし、まあ今は3人だけどさ。ダメだよ、肩書きに溺れるんじゃないよ。いいかい、これはチーム戦なんだ。それぞれが得意なことをし、互いに補っていかないと勝てる試合も勝てやしないよ。大丈夫だって、キクコさんとフヨウさんと私ならできるよ。やれやれ、自信があるのはいいことだがね。かわいいなみんな。キクコもかわいいぞ。なんだい急に笑って。ごめんなさい。あ、ごめんなさい、なんだか昔のこと思い出しちゃって。小さい頃私もそんな風におばあちゃんにいろいろ教えてもらったなって。おばあちゃんって言ったら失礼だよ。ほら失礼だよ、ほんとね、言ってるよ、キーコさんの言う通りだよ。そういうのがダメなんだよ、不要。まあいいさ、親しみを込めての言葉だと受け止めておくよ。いいかい、試合の前に二人に言っておく。やるね。何かの縁でチームを組むことになった私らだが、正直悪くないチームだ。私もそう思う。よし、ならば私らの実力を本番で皆に見せてやろうじゃないか。ゴーストポケモンの強さと一緒にね。うん、はい。さて、いよいよ本番だ。あんたたち準備はいいかい？はーい。アセロラはオッケーだよ。うん、私も行けます。よし、いい返事だ。さて、チョメと言ったね。ご覧の通り、私らはゴーストポケモンを使いの集まりだ。行くよ。ゴーストだらけのチームがどんだけ強いか見せてあげるよ。あんたに勝ってね。ゴーストなんて怖くないよ。いや、本当はちょっと怖いけどな。自分昔ゲンガー使ってたからな。もう十分さ、さっさと始めようとしよう。ポケモンは。よーし。戦わせるものだよね。ゴーストデッキとか、ゴーストデッキというか、ゴーストポケモン好きだったな、本当。一番。BGM がめちゃめちゃかっこいいぞ。プラスパワー。これどれから倒せばいいんだろう。まあ真ん中から倒すけどさ、真ん中多分防御力とか上がってるから左右からの方がいいんかな。眠りになったよ。
何が防がれた？あ、この2つならいいや。行きなさい。大丈夫かな？硬いぞちょっと。行きなさい。いや、なんか撃たれそうな気もする。あ、大丈夫か。なんとか大丈夫。あと2回撃てば大丈夫。気合入れな。眠りか。頑張れ。あ、眠りでも大丈夫。オッケー、倒したな。行きなさい。次右倒すか。行きなさい。一気に倒せるんか。夢食いか。昔玄関に夢食い覚えらしとったな。このサバイオールすごいな、夢食いって。いいね、あんたら最高だね。はい、ドロップはこんな感じ、経験値のね。はい、オッケー。まさか私らが負けるとはね、大したもんだよ。あんたたちの方がチーム戦を理解し戦いを積んでいた、そういうことなんだろうね。もうちょっとだったのにな、悔しい。私も悔しいな、もっとうまく戦えたはずなのに。それが分かれば十分さ、反省は人を強くするからね。助かったよ。庶民は感謝するよ、これまでまたこの子たちは強くなれる。うん、また勝負しよう。いいよ。かわいいな、フヨ。アセロラだった。ふむ、チョメ、急な話だが一つ頼まれてくれないか。この子たちをあんたのチームに預けたい。もっと戦いの経験を積ませたいんだ。付与欲しいわ。夢食いの付与は欲しい、とにかく。え、みんな持ってないでしょう、夢食いの付与。いろんな戦いを経験すると、いろんなポケモンと接すること、体験ね。そしていろんな仲間と出会うこと、あんたのチームでならそれがたくさんできそうだからね。ねえねえ。でもキココさんはどうするの？私は出直した。大会を見てもう少しチーム戦を研究するよ。それが終わればまたチーム作りだ。いつかあんたらの相手になるかもしれないね。そっか、じゃあアセロラ、チョメさんのチームに入るよ。よし。それでもっともっと強くなってキコさんのチームに勝ちたい。しっかりやりな。いい心意気だ、頑張るんだよ。ごめんなさい、私は行かない。マジで。おや、私の提案に不服かい。違う違う、私もチーム戦のこともっと勉強したいの。当てるしかねえな。だから私、キココさんの話を聞きながら大会が見たい。ダメかな。なるほどね。うん、勝手にするがいいさ。やった、頼んだよ。そんなわけでアセロラを頼むよ、チョメ。こうやったらなんかでも当てづらいな、フヨ。うん、アセロラ頑張るよ。お願いします。キココさん、フヨさん、またね。じゃあよろしくね、チョメさん。やったぜ、アセロラが仲間に入ってた、すごく嬉しい。確かこの子星5段だよな。最初なんか図鑑見たらそうだったわ。はーい、古代のプリンセスアセロラちゃんです。アローラの四天王もしているよ。いいね。はい、オッケー。こんにちは、チョメです。第18章やっていきましょう。チーム一種。どうしたのさ、チェレン、難しい顔して。かつて一種地方を大冒険した君、そして君と共に歩み、今はジムリーダーとなった僕。正直僕らは実力のあるチームだ、それは間違いない。だがこの先は。チェレン。うん、この先チャンピオンクラスのトレーナーとも戦うことになれば、力や経験はよくて互角。いわば僕らはチャレンジャー。おそらく今までよりも厳しい戦いになるだろうね。はい。ああ、僕も同意見だ。先に進むためには僕ら自身がこれまで以上に力を引き出すことが必要だろう。そしてただ勝利を求めるための勝負ではなく、仲間のために力を使い助け合う。こっからはそんな勝負が求められると思う。仲間のために助け合うか。そうだよね、全員ルガルガンで攻撃とかより、なんか不要のサマヨールでアシストもとかおった方がいいもんな。え？ん？なんだ急に笑って。ごめんごめん、だけどさ、一種を旅する前と本当に変わったなって思って。そう言われると耳が痛いな。確かに以前の僕は勝つことだけを考え、自分がどうしたいか分かってなかった。
だけど旅での経験や出会いが僕にその答えをくれたんだ。うんうん、そうだね、僕も旅で得た力、学んだことをこの WPM で発揮したい。そうだ、彼女ならきっと僕らと同じ気持ちで一緒に戦ってくれる。え、彼女、ね、知念、僕たちと一緒に組んでくれそうなバディーズに心当たりがあるんだ。ねえ、トウコ、こんにちは、知念。トウヤから話は聞いたわ。ポケモン勝負なら任せて。私も一種で冒険したトレーナーとして、いつか二人と一緒に戦いたいって思ってたの。その様子じゃチェレンもトウコも実力もう知ってるみたいだね。同じ地方を旅した者同士、僕たち3人なら心を一つにして戦えると思うんだ。そういうことか。うん、ポケモン勝負にかける君の情熱は本物だ。よろしくお願いするよ。一緒に戦おう、このチームで。こちらこそよろしくね、チェレン、トウヤ。よし、そうと決まれば優勝を目指して3人で特訓しましょう。なんかポカブとかも追加されるみたいだね。今後僕たちが今回の対戦チームだ。君たちの評判は聞いてるよ。ジムリーダーや四天王といった有名トレーナーたちを倒してきた実力者。よし、でも僕たちの連携はどのチームにも負けない自信がある。僕たちは一種地方を旅したトレーナー同士。でもそれだけじゃない、パシオで特訓してより強く気持ちが結びついたんだ。私たちのチームワーク見せてあげる。お互いに悔いを残さないようベストを尽くそう。やっていこう。どんな技が見られるか楽しみにしているよ。これ2回積んでみるか、プラスパワー。任せて。真ん中から倒そう。よし、ハードに行くよ。は1回でいいかな。大丈夫だ、66しか食らわん。余裕だぜこれは。このバディーズ技だけ気をつけとけば大丈夫。姉ちゃんのやつね。やばいね、結構食らわんな。素早さが下がるのは嫌やな。任せて。どんどん相手は積んできてるね。大丈夫、目一杯でやるわ。頼むよ。え、回復すんの？技ゲージが回復した。やばいやばいやばい、こっちも回復してるけど。撃つか。あ、OK、 バディーズ技で倒そう。こっちも使うか。一発やで。じゃあ最後ハリゲージでいくか。まあ、メガトンキック2回で倒せるでしょ。あ、でも案外敵強いね。バディーズ技食らってたらやばかったかもしれない。結構食らってたわ。本気だったのに。いいね、あんたら最高だね。はい、レベルを上げてたら余裕でした。はい、オッケー。チョメ、いい勝負ありがとう。負けたのは悔しいけど、できることはやりきれたね。うん、今結構すがすがしい気分かな。君たちの勝ちだ。僕たちの分も勝ち進んでほしい。あ、まだあるんだ続き。君の持つ可能性、これからも楽しみにしているよ。じゃあでは行こう、トウヤ、トウコ。あ、そういえばあの最初のやつらが出てないな。ストップ、そういうのチェレンらしくないと思うよ。ん、ね、顔に書いてあるよ、チョメの可能性を近くで見てみて。うん、隠そうとしても分かるわ、私たち仲間だからね。トウヤ、トウコ、君たちにはお見通しか。そうだな、よし。トウコ今仲間に入ったばっかりだけどね。チョメ、急な頼みですまないが、僕もチームに入れてほしい。この WPM で僕を仲間のおかげでさらに強くなれた。一種での旅と同じようにね。この経験を君たちのために生かせれば、お互いの力を引き出し合えると思うんだ。どうかな、一緒に助けよう。ありがとう。ああ、それがこの先の戦いを勝ち抜くのに必要な心だと僕は信じる。よし、勝ち抜こう。僕らの力と心を一つに合わせて。なぜか逆で言っちゃったな。
はい、ジャケットしましょう。僕はジェレン、ジムリーダーと教師をしています。これからもよろしくお願いするよ。あの連打したのになんかちっちゃくなっちゃった画面が、なんでだ、さっきもうまくいったのにな。オッケー、こんにちは、チョメです。バクマの物語2やっていきますね、仲間と共に。長いのかな。スタート。よし、本戦もやっと折り返しといったところだな。マジでまだ半分あるの。しかしここまでチョメが強くなるとは正直驚いているよ。ほんとね、チョメの成長っぷり見ててびっくりしちゃうけど、この勢いなら本当に叶えられるかもしれないわね。マジコスカスミも見たいな、水着姿でこのチームで優勝するって。こんな真っ昼間から寝言とはな。何？そういうのは寝てから言え。そうすれば夢も見放題だぞ。ライアーと戦うんかな。だが貴様がここまで勝ち抜くとは、よほど強運の持ち主らしいな。いつまで続くか見ものだな。笑われちゃった。みんなとなら優勝できるよ。バカかって言われた。所詮他人任せのくせに何が優勝だ。いい加減にしろ、ライアー。チョメの言う通り、俺たちはチームでここまで来た。チーム全員で勝ち上がったんだ。何よ。そして私たちと戦ってきた仲間もみんな素晴らしいチームだった。チームの素晴らしさに気づけないなんてかわいそうな人ね。きっと優勝なんてできないわよ。俺様がかわいそうだと。けしかん。若に向かって何たる無礼。ゲロ。もう失格にしちゃえば、被災者の特権でさ。若いかがされました。くだらん、くだらなすぎる。絆も仲間もバディーズも、そんなもので強くなれるものか。いいか、強さとは誰にも頼らず自分を鍛え上げるのみ手に入るもの。それ以外の方法などない。まあ確かにね、自分を鍛え上げるの大事だよな。怠けてたらダメだもんな。俺様の強さがその証明、貴様の弱さもまたその証明。バカか。だからライアン、ほんと努力してるってことだよな。どんなに奇弁な並べようと、この力の差が薄く伝えさせることはないんだよ。ライアー様、貴様ら俺様と勝負をしろ。拒否したら出場権は剥奪だ。もちろん負けてもだかな。以前のようにコテンパンに叩きのめしてから貴様らの大会を終わらせる。そして教えてやるぞ、高めや絆がくだらないものだとな。よし戦うぞ、いよいよ。あ、メインストーリークリア。現在遊ぶことのできるストーリーはここまでになります。あ、続くってことね、アップデートで。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。じゃあね、バイバイ、ありがとう、失礼します。アップデ待ちだからね。